車庫洗浄中の仙石線車両仙台車両センター、宮城の発出所は、宮城県仙台市宮城野区にある、東日本旅客鉄道の車両基地である、同社仙台支社の管轄、運転士、車掌職場である、宮城の運浴が併設されている。陸間エバァルの町駅構内にあった陸間エバァルの町、電車区が前身で、仙石線仙台新潟県の地下新線工事に、合わせて、 現在地に移転、名称が変更されたものである。発出車内の線路は、宮城の信号場を介して線積線と接続している。車両の入出庫は、宮城の信号場を介して行う。なお、線積線全体の信号制御を行う、戦国指令、CTC センターは、宮城の運行区内にある。石巻側の出入庫は、回送列車にて行われるが、 青葉通り側の出入庫は大半が青葉通。小鶴新殿間は営業列車として客扱いを行い、小鶴新殿宮城の新五条間を改装扱いとしている。小鶴新殿駅開業前は新潟駅までの営業運転であった。毎年8月に開催される松島道路流し花火大会において2010年度まで運行されていた臨時列車。 流淡号の下り列車には、福田町始発で運転されていた。また異常時などに上り、列車を福田町止まり宮城の信号上経由で、入庫させることも可能で、潜石線電車の行き先表示には、福田町の表示も準備されていたが、現在は現存しない。なお、逆に上り、列車を、福田町始発、下り列車を福田町止まりでの運行は、信号システム上ではできない。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、戦績船は青葉通石巻間のうち高城町陸前小野間で普通となった。そのため、震災前に石巻経由で行われていた205系の全般検査、養部検査の試行担当である郡山総合車両センターへの改装が不可能となった。2012年度は、 陸送により郡山総合車両センターへ検査の必要のある2編成を陸送して検査を施行したものの多額の経費や書手続き施行日数がかかり非効率的であったため新たに当初で受け入れ体制を整え2014年度末まで平均5編成年のペースで当初に所属する205系のうち13編成の検査が施行された先々 仙台支社を意味する仙と仙台を意味する仙で構成される。仙石線の普通列車に運用されている車両が配置されている。2020年10月1日現在の配置車両は以下の通り、陸前バルの町電車区に関するカテゴリありがとうございます。